そして8時からの特集コーナービヨンドスカルチャーはこちら、七夕特別企画、映画の願い事、夜空に捧げよう、我々の見たいあの映画、こうなるといいな会議、フィーチャリング高橋良樹&寺澤ホーク、よいしょ、イエーイ、お久しぶりだ。はい、基本的に我々映画ファンは完成したね、まあ映画というのはやっぱ完成した作品を見ることしかできないわけですけども、うんうん、しかし映画に対してこうなるといいな、もしくはこうならないといいなと願う権利なら誰もが平等に持っているのではないでしょうか、うん、そこで今夜は願い事の日として知られる七夕の夜に、私たちのこうなったらいいなという無邪気な願いを発表し、夜空にバンバン打ち上げる、そんな企画をお送りします。ゲストは初の長編映画監督作激怒、8月26かな、公開、控えております映画ライターデザイナーの高橋良樹さんと、アーノルド・シュワルツネガーを愛する映画ライター寺澤ホークさん、久々のご登場、楽しみです。はい、リスナーの皆さんからも願い事を募集します。すでに公開された映画でも、これから公開予定の映画でも、どちらでも構いません。ああなってほしいな、またはこうなってほしくないなという映画の願い事を送ってください。宛先はメールアドレス、歌丸アットマーク tbs.co.jp、 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。また番組へのリアルタイムの感想や質問、ツッコミなども同じく歌丸アットマーク tbs.co.jp に送ってください。放送で採用された方には番組ステッカーを差し上げます。今夜は7月7日、七夕、夜空に願い事を捧げる素敵な日。どんな願い事をしようかな、たくさんあって困っちゃう。みんなはどんな願い事をするんだろう。特に映画ファンのみんなってどんな願い事をするんだろう、聞かせてほしいな。いや、しかもうないさん、こういうのうまいですよね、やっぱね。さすがで、心ない、心ない役柄がいいですよね。早速では紹介いたしましょう。ラジオネーム、目指しのゆうじさんからいただいた願い事です。僕が映画でこうなるといいなと願うことは、ロッキー4でアポロがドラゴとの試合を避けますようにです。クリードはもう生まれませんけどね。ロッキー4でのアポロとドラゴンの戦いを見た後、僕はロッキーが一人ぼっちになってしまったと悲しい気持ちになりました。できればアポロがドラゴンとの戦いを避けて、ニッコニコの高校野としてクリードに登場してもらいたいです。8月公開の新しいロッキー4に期待します、ということで、はい、いかがでしょうか、この願い事。お久しぶりでございます。ホークさん、どうですか。これあるんじゃないですかね。ある、ある。あのスタローンが暇に明かせて再編集しましたんで。コロナで時間ができたからできてますもんね。はい、叶う可能性ね。そう、うん、もしかしたらこれはあるかもしれない。あのクリードでも、クリードとの整合性が、まあでもほら、あの時点で、アドニス・クリードはどっかにいたわけですよね。はい、まあ生まれてるからね、だからまあ全然いいんじゃないですか。クリードの方で、あのアポロの話するときに生きてるけどねとかね、とか元気だけどね、あるいは別別の要因でなんか老衰とかで、ね、ああ確かに、亡くなっててもいいわけですね。そうです、そうです、確かにね。いかようにでもそれは、はい、よしきさんいかがでしょうか。そうですね、あのまさにその通りだと思います。それしか言いようがないですよね。いやいや、あのプールで心臓発作とかそういうこともあるので、そういうやつ、うん、ああ確かにね、うん、そうかそうか。じゃあ、まあ、基本的にはそういうしその試合を避けて、はい、そうすると今度はクリード2の因縁とかもね。あ、まあ、なんかあったんですよ、足踏んだとか。え、そんな、もういうそういうレベルの、はいはい、そうか、という全体を見据えたこうなんかね、対極的に、はいはい、なるほど、ありがとうございます。ということで、ラジオネーム目指しのゆうじさんの願いが叶いますように。優しいですね。はい、ということで、ここからは映画に関する願い事を語り合っていきます。題して、七夕特別企画、映画の願い事を夜空に捧げよう、私たちの見たいあの映画、こうなりますように会議。ささの時刻は8時今3分に向かっております。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして木曜パートナー TBS アナウンサーの宇内梨沙です。そして七夕の夜にぴったりな素敵なゲストをお二人改めてご紹介しましょう。まずは初の長編映画監督作激怒、公開8月26日、はい、控えております。映画ライターデザイナーの高橋良樹さんです。いらっしゃいませ。こんばんは、よろしくお願いします。はい、そしてもう一方、アーノルド・シュワルツェネガーを愛する映画ライター寺澤ホークさんです。わー、久しぶりに殿下の冒頭抜き出てありがとうございます。はい、ということでお二人をお招きしての今夜は七夕特別企画です。我々映画ファンって、まあ基本的にはね、映画とはそういうものです。出来上がったものを、まあ
ね、はい、一方的に見るのみ残念ながら それシステム上システム上、はい、システム上しょうがないですよね、双方向的ではないわけですけども、はい、しかし本編をその見るその瞬間まで、うん、こんな映画が見たいと願うことはできる、うん、なんならもうすでに見た映画であっても、うん、いやひょっとしたらよくできた映画ほどね、あれ今回こそはみたいなことがたまにあったりする、うん、ということでむしろ見てしまう前にあだこうだと語り合うのが一番楽しいということで、あと、まあ、見てしまった後でもこうああだった方がいいのに、なんなら俺の脳内ではこうなっている、こういうようなことを語り合うのが楽しいじゃないかということで、今夜はそれを企画にしました。三沢の皆さんからもメールをたくさんいただいてます。この企画でメールがきっちり来るんですよ。すごい。さっきのあれでさ、悲しい気持ちになりましたとか、うん、なんかこう、ね、クレーマーですよいっぱい来てるみたいなんでね、もう皆さんそんなことを考えてらっしゃるということで、はい、ということで早速問題に入りたいのですが、ユシキさんはね、はい、年がら年中そんな話してますもんねまあ大体そういう妄想の中で生きてるとね、今回こそジョーカー隠すんじゃないかっていうのはね、いつもおっしゃってました。いろんなやつで今回こそあれが勝つんじゃないかと思っては大体負けます、うん、 で、 はい、でも今度こそは懲りずに何度も見てしまう、まあ、そういう時もありますよね、はい、でもまあね、どうしようもないやつの時はもう諦める時もありますけどねどうしようもないこれは何遍見てもまあ無理だろうなっていうどうやらどうやらどうやら無理らしい、どうやら無理そうだ、うん、どうですか8月26日公開激動、はい、見たお客さんからね、うん、はい、こんなに怒らなければいいのに。ああ、それはね。確かにな、それ言われちゃうと。でもね、うん、あのね、刑事が主人公で、はいはい、一応その怒りをコントロールする訓練は受けた後の話ですもんね。だってね。まあ映画の後半はそうですね。そういうことですもんね。はい、でもどうせ怒るんですよ。怒るんです。タイトル激怒だな。もうネタバレでも何でもないっていうか、うんうん、あの大地震っていう映画で、地震が起きるのと同じことですから。昔から吉木さんとお話してて、はい、その映画というのはやっぱりタイトルで中身がちゃんと分かるべきであると。うん、僕は割とそう思ってますね。ね、はい、だから激動なんかこうすごく怒る人であるべきですよね、これはね。そうですね、はい、怒んなかったらおいおいということになりますけども、うん、だから完璧な題名っていうのいくつかあって、うん、食人族とかね、まあそうですね、間違いようがない、そうですね、これが入ったらそれも自己責任というワードが出てきてしまいますけどね、うん、はい、これでだんだんじゃああれはどうなんだこれはどうなんだみたいな話をしですとね、これがまた愉快になってくるわけですけども、はい、はい、あの激動も楽しみにしております。 ありがとうございます、はい、8月26日公開です、はい、あのちょっと僕試写が時間はなかったので劇場行きます、ちゃんとよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ということで、はい、そんなまずは吉木さんに伺っていきたいんですが、吉木さん、はいはい、あの映画こうなりますように、例えばこれから公開予定、あるいは作られるかもしれないもの、うん、はい、みたいなもので言うと何かありますか？まずはですね、ちょっと今度ジュラシックワールドというのが来ます、うん、新しいジュラシックワールド、一応、うん、完結編みたいな完結編ということなんですけども、あの前作でですね、まあ、改造恐竜を含めた恐竜が世に放たれてですね、はい、そうですよ、しかも予告見る限りなんか子供も作ってるし、うん、ボンボン増えているということで、恐竜世界が乗っ取られてしまうんじゃないかということになるわけですよね、うん、新たな支配者なんてね、新たな支配者っていう題名ですから、うん、はい、まあ、といって恐竜が進化してトカゲ型人類になるところまでは描かないと、それはちょっとないだろうとそれはそれで面白いけど、ないだろうと思うんですけど、もジュラシックワールド154ぐらいになればあるかもしれないけどまあそれでだからどうやったら終わらせられるのかなっていうのを考えてるんですよ、僕これまだ試写も見てないんですけども、でやっぱいろいろ考えたんですけども、うんうん、あの一番嫌なのがなーなーで終わる感じなんですよあのなんとなく共存できるみたいなでもさ、今までのさジュラシックパックって全部そうじゃん、 あの厄介なことになるんだけど、でも命は素晴らしい、だからそれはもう今回でやめにして、やめにすんの、やめすんの、やめにしてやっぱ人類は別の惑星に旅立つべきだと思うんですね、なんだけどこれは実はこの間なんだっけ、ドントルクアップが最後でそれやっちゃったんで、はい、ちょっと悪意っぽく見えるのが問題 で、はい、でそれで行った先にねその惑星固有の恐竜がいたって話がちょっとさらにドントルクアップみたいになっちゃう、そうですね、とかあっちはあっちで恐竜文明でって言うとなんかあのティム・バートン版の猿の惑星みたいなね、あ、そう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 、うん、そういう、そういうのはだから今流行んないって言われたんですよ、ディストピアみたいな流行んない、歌丸さんに言われたんですよ、あ、バッテリー流行んない、そう、そう、あのこの間ね食事した時にその話してるから、うん、そんなわけねえだろうみたいな、そんな70年代の SF 映画みたいな落ちるわけねえだろうって言われてで、まあ、だから別パターンも考えられる、考えたんだ、別パターンもあって、だからそれはですね、恐竜がもう我が物側で地球の支配者みたいになっちゃって、しょうがないから人類がジュラシックパークに引きこもって暮らすようになるっていう、あ、逆、あ、そっちか、ホモサピエンスワールド、そう、まあ、そうそう、そっちがワールドになって、そこでこそこそ生きるしかないっていうオチもまあありかな、それもジョンボリエンディングじゃないですか結構、うん、まあそう言われてしまうともう何も言えないです、やっぱり、はい、それはそうなんだけどね、はい、でも、まあ、分かんないよね、分かんないですよ、うん、で本当になーなーで終わるのと、あとはそのなんだろう、その恐竜が今までさらされたことのない、うん、その後できたウイルスで絶滅とかいうのだけは避けてほしいなと思ってるんですよ、ありそう、それも、うん、あ
るんじゃん。そういうのがあると困っちゃうなと。だってそうでもしないともうね、うん、収集つかないですもんね今ね。まあだからどうするのかなと本当に心配ですよ。心配っていうかどうなのか。正直なあなあ説が一番有力というこの。でもこれで言った割と冗談みたいなやつが当たってたら、うんうん、すごい苦情とか来そうですよねこの。ネタバレだったじゃない。確かに。いやでも本当に知らないで今考えてますからねこれ。なるほど。はい。ジュラシックワールドね、この最新作についての、はい、他にあります。あります。4月29日公開なんで、はい、答え合わせすぐできます。これも前から考えてるんですけど。うん、前から考えてる。はい。コブラ2ブラッドラインという。そんなこと前から考えてる。スタ、はい、サロン昨日誕生日で、はい、76歳。はい。コブラ2ブラッドライン、コブラってあのスコールでいいんですよね、スタローンの。そうです、マリオン・コブレっていう刑事が大活躍する、うんうん、まあ、アクション刑事ドラマ、コブラの2です。で、これはですね、ちょっと話していいですか、うん、ぜひ。ラスベガス市警特捜班の30代の刑事マリア・ヌードセンはボディービルで鍛えた強靭な肉体と対照的に慎重な捜査方法で知られていた、ね。うん、映画の冒頭は強盗グループがプラネットハリウッドに立てこもるシーンから始まります。でマリアの相棒はリック・モンテっていう刑事なんですけども、うん、これは前作でアンドリュー・ロビンソンが演じていたモンテ刑事の息子なんですね。うんうんうん、でこのモンテ刑事は強行突破を提案するんですけども、うん、マリアはそうじゃなくて、あの催眠ガスとかでなんとかできるんじゃないかって、うん、それで成功するんですよ。はいはい、で あんたのやり方ちょっと生ぬるいよなんて言われてるんですけども、うん、まあ、それはあんま気にしないタイプなんですね。うん、でその頃ラスベガスでは奇妙な殺人事件が連続して発生しています。でいくらでもリッチな人がいるじゃないですか、ラスベガスに。金なんていっぱいあるのに、あのホームレスの人とかストリートミュージシャンとかが次々と殺されている。で犠牲者は大体みんな喉元を深くこう切り裂かれてるんですけども、その横にこうポツポツと点のような傷があることにマリアは気づくんですね。でこれはあれなんじゃないかというんで、十数年ぶりに故郷のロサンゼルスにバイクを買って向かいます。そうすると、サンタモニカのビーチ近くにですね、ボロいトレーラーハウスがあって、うん、でそこの中にですね、はい、年老いたマリオン・コブレっていうわけですね。スタローンがもちろん本人運転してて、はい、でお嬢さんにはとにかく刑事にだけはなるなと言ってたのに、うんうん、なっちゃったんで、もう十何年絶縁してたんです。めちゃくちゃありそうな話だなこれ。はい。でそのでまあそのでお父さんがですね、そのラスベガスの連続殺人は絶対前の敵のね、ザ・ニューワールドってグループの再来だと断言、うん、お前のやり方じゃダメだと、うん、あいつらけだものなんだと、うん、ぶち殺さないとダメだとで言うんだけど、マリアは呆れて帰っちゃうんですね。うん、でこのあの、まあ、それでいろいろあるんですけども、このあの新しいニューワールド あの新ボスはですね、前作の、まあ、ナイトスラッシャーの甥っ子さんで、ほう、でそれが娘のマリアを利用して父親をおびき出して、あのおじのおじきの敵を取るぜっていうことをやってた、ね、なるほど。だからいかにも匂わせで、匂わせで、うんうんうん、でそのだから刃物で切ったところの横にポツポツがあるの、あのナイトスラッシャーが持ってるナイフは、うん、握り手のところにとんがったやつが4つぐらいついてますから、それでやってわざと分かるようにしてたんですね。でちなみにマリアさんはですね、前作であのブリジット・ニールセンが演じてたお母さんの姓を取ってヌードセンと名乗ってるんですけども、うん、映画のライブ、はい、最後に、はい、私はコブレッティを言って終わるという。ちょっとなんかすごい詳細に言ってますけど、これ全部想像ですよね。こんな企画はないですよね、はい、別にコブラツ企画ないですよ。えこの映画はないんですか。ないです。そもそもコブラツ今あのコブラはありますよ、元のね、はいはい、あのコブラありますけど、これは全部ヨシキさんの今頭の中のみにある映画です。あ、2の制作予定もないし、ないです。こうならいいなって話、今そういうあらすじみたいなのがちょっと公開されてるレベルでもないです。ないで、マリアさんはあの親友が言う親友とか恋人かもしれないですけども、ええ、あのそれがショーダンス、ラスベガスなんでショーダンサーをしてる女の子がいて、うんうん、そういう見せ場もある、うんうん、見せ場もある断言されてっていうのが、でこれはだからその甥っ子さんがね、おじいの敵を取りたい、血縁関係ですよね、はい、でマリアとマリオンで血縁関係だから、うん、コブラ2ブラッドライン、あーなるほど、ね、すごい副題まで、はい、副題までそういう映画が見たい。これでもさ、はい、あのヨシキさんがこんなプロットの頃書いて、でこんなタイトルこんなあんのがっつったらさ、はい、今のスタローンならさいいねっつってさ言うと思います。やりかねないですよね、今のライアン・クーグラーがね、うん、クリードの企画持って、うん、スタローンを解き伏せたって話、はいはいはい、これないとは言い切れないと。あとすごくカジュアルに SNS 上でファンとやり取りし合うので有名ですからね、はい、送ってみましょうか。コブラツブラドライね、うん、はい、何も言わずにパクられる可能性もありますけども、ね、はい、うん、というのが、まあ、あのこれが七夕の一つ。あまりに詳細なんですよ本当にこれ勘違いする人、うん、この企画ないからね、うん、一応あの、うん、想像ですよ、こういうのができたらいいなっていうね。ちょっと別のもあるんですけど、あぜひ別のもいいですか、はい、インディ・ジョーンズ5、うん、ショートラウンドの期間、インディ・ジョーンズ5はでももう作ってだからそっちはナシンコにして、こっちを作ってほしいなっていう。ナシンコ、はい、ショートラウンドってあれですね、あの、はい、魔球の伝説、魔球の伝説に出てきた、うん、今あのさ、あの子、復活してますもんね、あれで、あれでミシェル・ヨー主演の、なんだっけ、エブリフェアなんとかで、ね、今大ヒットします、はい、はい、で、ちょっと聞いてください、うん、舞台は1977年、ショートラウンド51歳になっています。
で、1973年にオープンしたばかりのワールドトレードセンタービルで古美術商の会社を経営してるんですね。で、オフの日にはカンフー道場で鍛えてます、うん、で、そこにある日謎めいた小包が届けられるんです、うん、開けてみるとよくわからない動物の皮のようなものが入っていて、なんか羽毛のようなものがついてる。で、ショーティーはそれをニューヨークのアメリカ自然史博物館に持っていくんですね、うん、で、そこにいる中国系アメリカ人の古生物学者のバネッサというのがいるんですけども、うん、バネッサに調べてもらう。で、そうするとバネッサが驚くべきことを言うんですよ。これはもしかしたらティラノサウルスの皮じゃないかと、うん、で、化石になってないってことは生きてるのかもしれない、うん、それ大変なことじゃないかと、うん、って言って、ちょっと一旦まあ会社に戻ったら自宅も会社も何者かによってめちゃくちゃ荒らされてるんですね、うん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 、で、まあ、バネッサとショーティーはその後ですね、その小包にあった手がかりを追ってですね、うん、アフリカに向かうと、うん、で、クライマックスではですね、1977年というのは7月13日にニューヨークで大停電が発生してるんですけども、それの驚くべき真相が明かされるという話 で、まあ、インディ・ジョーンズだからクライマックス多少ちょっとね、超常的なことが起こったりもするでしょうけども、ね、はい、で、ちなみにインディ・ジョーンズ、インディはこの時ニューヨーク在住のはずなんで、まだご存命、インディはこの時にですね、78歳です、で、サラーが80歳、うん、で、まあ、ウィリー・スコットは62から67ぐらい、まあ、その辺は出るかどうかちょっと分かんないですけども、レーダースに出てきたカタンガ船長はゲストで出ますね。出ますね。途中ね、船を送ってくれた。はいはい、そうです。カタンガ船長。出ますね。出ますねとか、さっきの出るか出ないか分かんないとか、全部胸三寸なんで。っていうね、のがあったらいいな、みたいな。インディ・ジョーンズ5、はい、ショートラウンドの期間、はい、面白そう、面白そうですよね。ティラノサウルスが生きているのかもしれないみたいな、秘境に多分惹かれた、今、ね、ロストワールド的なね、あるのかもしれない。でも5何度も言うけど作ってる、じゃあ6でいいですよ。じゃあ6、それも、ね、じゃあ6で、はい、もう1個ぐらいいいですよ、面白いから、はい、詳細で、うん、もう1個あるんですけど、はい、これ大ネタ、大ネタというかね、スターウォーズなんですけど、大ネタってなんだよ。1話20分の1話20分のシットコン、笑い声とか拍手とか入るような、うん、向こうのアメリカのコメディーの、はいはいはい、ドラマで、スターウォーズデクスターってね。デクスターってのはエピソード2 のダイナーの親父。そうです、デックスダイナーの親父、うんうん、で、そこのデクスターのデックスダイナーが舞台で、そこに毎回さまざまな客がやってきては人騒動が起きるっていう、うん、でね、1シーズンに1回ぐらいオビアも出てきます。オビアが要はデックスとかって入ってくると、わーみたいな、パチパチパチみたいな、客席いるそうそう、客席があってで、レギュラーはね、まあ、ウェイトレスのハーマーオンギちゃんとかいるし、あと FLO っていうウェイトレスドロイドがいますが、他にも常連でセブルバと同じ種族のやつとか、うん、それからカンティーナバンドの種族の常連とかですね、はい、それから食材業者の女性のパーシャさんって、これ名前も考えたんですけども、この人が来るんですけど、この人はね、ちょっと中年の女性でデックスに気があるんですね、うん、この辺がレギュラーで、ジャワスがですね、なんか店の機械の調子が悪いなと思ったら、どうもジャワスが引っこ抜いて持ってってたとかですね、若いパダワンがやってきてハメを外したりとか、まあ、デックスダイナーは毎日がエキサイティング。面白そう、面白そう、やつをぜひドラマでやってほしいなと。もうで今スピンオフ、はい、細かいのね、いっぱいやりますから、うん、真面目な話はいいんで、うん、もうこういうやつが見たい、うん、と思ってるんですね。面白そうです ね、なんか若いパダワンが来てとか面白そうする、あとそういうこう形式自体から遊ぶってさ、まあ、ちょっと違うけど、うん、ワンダービジョンの最初の方とかさ、はいはい、ね、そういう面白みがあったじゃないですか。そういうのありますよね。だってスタートレックもだからアニメでローアデッキとか、うん、ちょっとコメディ的なやつコメやってたりするんで、うんうんうん、スターウォーズも なぜそれを やったっていいじゃないですか。確かに確かに、っていうのがね、うん、今年のタナバタのそんなことばっかり考えてんのかなってぐらい本当に詳細な、いえいえ、ありがとうございます、うん、なんかだってなんかなんとか3が見たいなぐらいだと、うん、本当に見たいのとか言われちゃうじゃないですか。だから割とちょっと本気で見たいっていう感じをちょっと言ってみました。4つも企画ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで、高橋よしきさんのそんな願い事が叶いますように。お知らせの後はテラサホークさんのあの映画への願い事を伺ってきます。7月7日七夕です。時刻は8時18分に19分に今なりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、この時間は七夕特別企画、映画の願い事を夜空に捧げよう、私たちの見たいあの映画こうなりますように会議をお送りしています。ゲストは映画ライターデザイナーの高橋よしきさんと映画ライターテラサホークさんです。引き続きお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。思いのほかよしきさんの、ね、願い事の精度が高くて、ね、はい、ということで、過去にですね、何度も見た、こうなってほしいとか、うん、新作映画こういう風になったらいいのにという風な願望を語っていく企画となっております。ということで、続いてはテラサホークさん、はい、ぜひお話を伺いたいと思います。願い事。
そうですね、どっから行きましょうかね。何ですかね。これから行こう。すべての映画が、ディアハンターもしくはプレデター方式で終わらないかな。ディアこれエンドクレジットの話じゃないですか。そうです、はい、ディアハンターもしくはプレデター方式のエンドクレジット、うん、あの最後に、うん、あのキャストがにっこり笑う、はい、にっこり笑う写真が。あー、そっか。そうそう、ありし日のね。そうです、ありし日の人たちが笑顔を見せてくれるやつは、もうその次々と無残な形で死んでった人が、はいはい、エンドロールで一人一人こうやってこうやってこうやってこうにっこりして名前が出たりする。そう、クリストファー・ウォーケンとか出てきてにっこりとかなってすごい泣いたりする。確かに泣くな。なんか意味もなくめちゃくちゃ泣くんですよ。無残に中でこう悲惨なことになればなるほど、ちょっとホッとするみたいな。なんか、うん、だし、あの、あ、こんな映画の時もあったんだみたいな。あったんだなとかっていう。うん、ね、はい、それで終わってくんないかな。これだからさ、人がいっぱい死んでる前提ですよね。でも楽しい映画で、うん、みんなにニコニコハッピーで終わってさらに笑顔のダメ押しみたいなことじゃこの間、まあ、そう、でもこの間ほら、あれもそうじゃなかった、トップガンマーヴェリックもそうじゃなかった。確かにね、確かにそう言われて、あれ、そうそう、あれは別に誰も死んでないけどグッときましたもん。本当だ、ね、あ、確かに、うん、確かに。やっぱだからなんでしょうね、あれはだから、まあ、あのカーテンコール的な感じなんですかね。でもいい映画だなって思ってたらカーテンコール嬉しいですもんね。そうそうそう。え、ゴッドファーザーとかでそれやったら大丈夫ですか。ああ、もうちょっと、ま、マイケル・コルネック最初のこう、ちょっと立ち上がれないかもしれない。青年の時の素敵な映画、そこでアポロニアのシーンとか出ちゃったらね、死んじゃうから大変ですよね。いや、結構でも感動、いやでもなしじゃ、5倍増し10倍増しになると思う。なしじゃないな。ありじゃないですか、あると思うね、本当に。え、あのホラーとかどう。あの、あ、いいんじゃないですか。エクソシストとかでさ。ああ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。あの両面、あのだからリーガンとかは両面の、両面の、そうそうそう、笑顔こうやってくるって回るとこ、そうです、怖い感じね、メリン神父とかね、メリン神父がイラクでにっこりみたいな、そうにっこり、それめちゃくちゃ見たいですね。なんだ、いけるんだ、ホラーもいけるんだ。ですからあれなんですよ、あの一番それを思ったのは、はい、なぜそのディアハンター方式で終わらないか、おうおうおう、責任者が出てこいと思ったのは、おうおう、やっぱだからスターウォーズローグワンですよね。あれはそれで終わるべき、あれはやっぱりそのスターウォーズの従来の形式にこだわるがあまり、うんうんうん、おいって思いましたもん、ね、だから招待ものですもんね。そうなんです、あの仲間たちっていうのが行きますもんね、うん、その設定はね。であれやってくれる、最後にその一枚写真出してにっこり見せてもらうと、うん、なんならその特に思い入れもなかったキャラクターまであいつも頑張ったよなってよく見えてくる。そうでしょ、確かに、確かにね、そんなに描かれてないよみたいな、ね、うん、そうなんですよ。ローグワンなんかちょっと描き込み不足の嫌いもあるから、そうそう、それでだけどフォローできたはずなんで、ね、確かに、確かにフォロー、はい、でも全部で終わった後に最後のクレニックがにっこりでしょ。にっこり、まあ、泣いちゃうね。泣く、あ、やばい。デススターね、まだ作る希望にも持ってた時ね、あの頃、うん、こんな笑顔も持ってたのになみたいな、そんなシーンなかったけどなあとはあのアメリカングラフィティ方式っていうのがあって、はいはいはい、その後ね、うん、あのボブ・ファルファーは何かかんとかみたいな、うん、あのベトナムに行って朝鮮戦争っていうの、はい、みたいな、ああそんなことがねみたいなそう、あのせいもさ、その後のやつさ、なんかさ全部作り話じゃねえとか、多少さ実話じゃない限りはなくはないけど、ね、そうなんですよ。大概あのその後を語る系って、うん、ちょっとあの嫌な目に遭ってたとかしてみんなそれぞれね、あの交通事故で死んだとかね、うん、あのいろんな嫌な情報を伝えられてちょっとブルーになったりするんで、あれはどうかなと思う。ザ・カンニングって確かそんな終わりじゃない。でなんか将来なんとか、そこでもまた一ふざけしてみせるんですよね。アメリカングラフィティはでもさ、なんか一人カナダで作家をしているというのがあるよね。なんかそういうリチャード・ドレイファスが、ね、そうですね、うん、あのだからこの話を語ってるのは彼の視点かなみたいなね、つながったりする。だからどっちかにしてほしいなと、映画は、うん、どっちか、どっちか、どっちか、終わり方はね、カーテンコールでにっこり終わるか、うん、あるいはその後についての、その、はい、どっちかにしてくれ。全部の映画だったらめちゃくちゃくどいですよ。そうですね。どれを見てもね。どれを見ても。やばい。また自己紹介してやる。俺さ、でもさ、あのすごい群像劇の時とか大変だよ。アルトマンの映画とかさ、なんか30人ぐらいこれが。でもさ、クラウドアトラスってそれで整理して見せるともあったじゃないですか。最後ね。めちゃくちゃ嘘。これはこの人もやった。この人もみたいな。あれ良かったじゃないですか。あれは良かったよかった。確かにそのフォーマットだ。そうでしょ、うん、ありですね、結構いい、ほら、ね、結構いい、もう作っちゃおうか、作ろう、自分たちね、こういうのが欲しかったなって思う。東雲会案件ですね。でも今ほら、あのなんだっけ、あのほら、iPhone のアプリとかで笑顔にできるから、笑顔にして字入れちゃえばいいんだ。もうアプリ出ればね、ディアハンターエンディングアプリ。ディアハンターエンディングアプリ作りますよね。誰も作る。ちょっと提案がどんどん出ますね。ありがとうございます。さらにじゃあ、奥さん、はい、次はね、歴史の暗部をえぐれ。
マーベルスタジオに提言したい新 X メンシリーズ、ね、お、何でしょう。まあ、X メンシリーズ映画ももう20年かなんか散々やって、うん、1回仕切り直しでね、また今度はマーベルスタジオで改めてやり直し、秒読み段階には入ってると思うんですけど、ちょっと考えてしまったんですよ、うん、これから一から彼らのオリジンストーリーをやり直すのかと思って、多分どっかにもういたっていう前提になるんじゃないですか。今オリジン流行んないですもんね。流行んないから。オリジンやると大体こけますもんね。そうなんですよ、もうなんかね、うん。だからもう今までいたっていう話にもなると思うんですね。うん、でちょっと訳あって表舞台に出てこれなかったみたいな話に多分なると思うんですけど、うんうん、そこでやっぱ引っかかるのが、マーベルシネマティックユニバースの世界で今までもう70年か80年ぐらいいろんなことがあって、うん、その間何してたの問題っていうの、まあ、この間のエターナルズっていう映画でもそれは描かれてましたけど、はいはい、やっぱあそこでねちょっとね、うん、ちょっと上から止められて、その上司に言われたんだって出てこれなかったんですっていう理由付けはやっぱ分かるけどどうなの、うん、確かにね、そこでやっぱりもっとね、うん、どうしても表に出てこれなかった理由がね、うんうん、まああったと、はい、まあ、それをちょっと考えてもらうとしてそこじゃないんだ、そこじゃないんだ、そのアイデアじゃないんだ、うんうん、でまあ、そういう前提でもう出ていきたかったんだけども、俺たちで大変だったんだっていう、本当に来れなかったんだ、そう、そのだからまあ50年代60年代からのですね、うん、歴史の闇向こうでですね、うん、彼らがこう繰り広げていた暗闘っていうのがですね、バイトが忙しい、バイト、いや、なんかもっとちゃんとした、ここは何、公民権運動とか、ね、あ、ちゃんと歴史と絡んでる、そうで、まあ、どう絡めるのか考えてほしいんですけどちょっとそういう説得力がね、で毎回もうクラっていう、俺たちも、だから不在の理由を丁寧にやるってことね、そう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 、しかも暗躍したけど、ほら歴史がその結局そんなによくない、ヒーローいるのに良くなってねえじゃんっていう我々の感じをちゃんと納得してから、頑張ったけどダメだった、そういうね、毎回ね、ビターなエンディングで、キング牧師暗殺止めようと思ったけど、でギリいい線行ったんだけどダメだった、やっぱりねっていうね、とかね、そうなんですよ、意外とね、これはどうしてそうしないのかなっていうのは、ほらそれこそ、ブラックパンサーとかってやっぱり見た時にちょっと思ったあたりですよ、はい、ね、確かにいろいろワカンダ、ワカンダの技術力で食い止めてほしかったことが多すぎるんで、まあ、鎖国してたからみたいな、ね、はい、ことはあるけども、そうだから、そこね、できなかった理由があるんすよっていうのはまあわかるけど、うんうん、それがやっぱりちょっとね、ちょっと弱い、そここそ上が怒られるからとかそういうんじゃなくて上から怒られたとか単にケチな国だったとか、だからそういうことじゃなくて、ちゃんと努力したけどダメだった、そうなんです、そこで、ね、やっぱりよりね、一ドラマ二ドラマ作れるはずなんで、確かに旧 X メンシリーズってその時代一応さ60年代って絡めるみたいなの言ってる割にはそんなやろうとしてね、そんなにはね、はい、途中で飽きちゃったのか、最初のやつはちょっと多少あったかもしれないけど、そうなんですよ、ちょっとそこね、多分これはケビン・ファイギーさんも聞いてるはずなんで、うん、聞いてますか、ね、はい、でもさっきのね、はい、なんだっけ、あっちのヨシキさんの案で、はい、あれ、あ、インディ・ジョーンズのやつ、インディ・ジョーンズ、はい、77年のニューヨーク大停電がを使うと、こういうのいいですよね、はい、ね、でもほら、こういうので、なんかその時間の行き来とかできると、思ってたんですけど、ほら、例えば、こういう、なんか、そういうメタフィクション的なやつで、必ず JFK の、あれを食い止めるの、食い止めないのって話出てくるじゃないですか、結構混雑してる気がしてて、いろんな人が食い止めるとする一方で、いろんな人が殺そうとしてるみたいな、渋滞を起こしてるみたいな。でもさ、その結局全員のせめぎ合いの結果、やっぱり、我々の知る歴史になった。なったっていうね。とかね。そういうことです。そういうことです。ということで、そういうことで、それを頑張ってほしい。新 X メンは頑張ってほしい。頑張ってほしい。確かに一からオリジン見せないのちょっともうね。ちょっとね。確かに。しかもいっぱいいるしね。そうなんだ。はい、確かに、ね。もう一個ぐらいいきましょう。はい。今流行ってるやつ。トップガンマーベリック。うん、今流行ってます。はい、今流行ってます。あやかっていきたい。うん、全力で。確かに映画というのはそういうものです。はい。で、このですから80年代の名作が今。うん。新たに蘇る路線でちょっとあやかり系でやっぱこれじゃないですかね、うん、コマンドメイトリックス題名などに名前つけただけじゃないですかこれ同じ法則同じ法則、はい、トップガンマーベリック、まあ、この正直このことトップガンマーベリック見て以来です、僕もずっとこのことしか考えてないタイトル名前、はいはい、でまあ、これはですから皆さんご存知の大名作コマンド、まあ、37年ぶりになるんでしょうか続編ですね、うんうん、はい、まあ、続編といいますかリブートといいますか、うんうん、あ、リブート、はい、リブートってまあちょっとかっこいいから言ってみたんですけど、ね
まあ、あれから37年経ちまして、あのジョン・メイトリックス大佐ですね、シュワルツェネッガー演じました、うんうん、はい、くしくも大佐ですよ、あのほらあのマーヴェリックと一緒、あ、そうか、うん、どっちも大佐止まり、うんうんうん、そう、止まりなんです、大佐止まり、うん、やっぱりまあそのなんていうんですか、そんなこう将軍になったりとかね、出世したりなんだりとかそういう人じゃないんで、うんうんうん、メイトリックス大佐も、はい、まあやっぱあの娘のね、あのほらジェニーともいろいろあったりなんか、はい、あったんでしょうね、うん、でまあ元気にしてるんですよ、なんだかんだ、ええ、でもなんか面白くないななんて言ってたら、あのちょっとまたほらどっかのどなんか悪いやつがいるんで、ええ、あのまた新たにあのコマンド部隊を結成したいって言われて、うん、いやいやながらその若いね、うん、あの精鋭部隊、ね、こうあのメトリックス大佐が指導しましてね、で生意気なやつとかいるんですよ、ちょっと待ってさ、はい、トップガンじゃないですか、うん、であの時ね、あの37年前の同僚のね、うん、息子とかとね、なんかいろいろあるといいなと思ったんだけど、あのコマンド本編にそういうドラマはなかったん で、うん、ちょっとそういうくだりは作りようがないなと思って、仲いい同僚とかいないですからね、いなかったんですね、はい、まあ、ちょっとそこはまあ置いといてレイドン・チョンのなんか子供とかね、だからそこどうしようかなっていうね、そこどうしよう、うん、あの人関係ないね、関係ないですから、行きずりですからね、あの高いところから落とされた人が実は生きてたっていうことにすれば、ああ、あのアイライの人、そうそうそう、うん、あ、そうね、うん、あれ生きてたらいいんじゃないかな、ダースモールだって生きてたんだしね、ダースモールも生きてました、なんとかなるね、なんとかなるパルパティもなぜか生き返ったんですからね、サムハウって言ってましたから、そうだから、まあいろいろあって、うん、でその生意気な若い衆とかとなんかあだこうだっつって、まあなんかあの海辺でなんかの相撲取ったりとかしてね、あやかるな、あやかっていきますよ、うんうん、でまあなんだかんだで敵地に殴り込むんです、はい、それも、うん、で若い衆もそこそこ活躍するんですけど、最終的にはやはりメイトリックス大佐が、うん、暴力にものを言わせて、でもあれですね、はい、オリジナルのコマンドよりはちょっとちゃんとストーリーがありますね、やっぱね、やっぱり要所要所にね、うん、ちょっとこうドラマが、それもだから元のトップガンとも近いかもしれないですね、そうだトップガンもね、もうちょっとふんわりした話だったからね、そうです、うん、今回すごいちゃんと話になってますから、本当ですよ、あんなめちゃくちゃふんわりした話だよね、うん、ねえ、だからそういうことありますよね、だから全然できると思うんですよ、うん、だからやってと思う、うん、なんかこのシリーズでもホークさんいろいろ考えてたんですよ、コマンドメイトリックス、うん、あとプレデターダッチとかいろいろ考えてる、シュワルツェネッガーじゃん、はい、うん、あのだから俺のヒーローが若い衆を連れてプレデターダッチあでもプレデターはもっとね若い衆連れてきやすいですよね、全然安いんですよ、うんうんうん、そうで、あれはなんかいろいろ同僚もいましたからね、死んだ通り、あ、そう、だってプレゼターは、うん、コマンド部隊の仲間たち全員死んでますでしょ、確かに、あの人たち一人一人の息子とかあの設定しとけばで全部とそのお前の言う通りしたから死んだんだみたいな言い合いして、そしたらマーベリックの5倍か6倍ぐらいのドラマがねプレッシャーがすごいね、そうお前のせいだって、医学の会みたいなのそれはひどい、いろいろできますから、ね、ちょっとやっぱり、うん、なんかねトップガンだけがこうやってね、確かに、うん、ちょっとトップガンだけね、なんか遡って名作みたいなことになっちゃってるから、そうです、それはどうかって僕は言った、うん、なるほど ね、うん、ああ、まあ、コマンドはもともと名作なんだから、コマンドはもっといいはず、そうですよ、うん、でも前にこの話出た時にホークさんはだってコブラも作れるって言ったんですよね、そうそうそう、コブラも作れる、うん、それ題名はコブラコブレッティすごいさ、イーグリーっぽい ねイーグルのイーグリーっぽいですね、そうそう、なんかちょっとねみたいな感じですけどね、でも本当にコブラは、ええ、本当スタローンを早くするべきだと思います、確かにね、だってロッキーと来てランボーと来てってその話、うん、物語をね先に進めて完結させたんだ、うん、マリオン・コブレッティだけちょっとほっとかれてかわいそうですよ、確かに ね、うん、いやいや全然いいじゃないですかね、はいはい、ブラッドラインもあることだし、合わせてね、細かいところもいつでもできるいつでも動けるって感じですかね、はい、ということで伺ってまいりましたけども、リスナーからもですね、あ、そうですね、はい、ということで、そんな寺澤ホークさんの願い事が叶いますように、ありがとうございました、きっと叶うな、うん、でもね、コマンドメイトリックスは普通にめちゃくちゃ見たいですね、どうでしょう、うん、いいと思うんですよね、ということでですね、リスナーの皆さんからもね、数々の寝言の数々をいただいてますので、はい、ご紹介したいと思います。ラジオネーム69年サソリ座の王さんからです、はい、エクスペンダブルズ4、うん、ある依頼人に囚われた家族の救出を頼まれたスタローン、かなり危険な任務なのでシュワちゃんに協力を求める、武器の格納庫で向かい合う二人、シュワ、お前の頼みだから引き受けるけど、今回ばっかりは腕のいい命知らずのパイロットが必要だな、スタローン、もちろん手は打ってあるさ、外から聞こえるバイクの爆音、これもあやかってんじゃないですか
ヘルメットを外して後ろ姿のみが映る。時計が14時を指すと同時に扉が開き、逆光で一瞬シルエットしか見えないが、足元から上がってくると白い歯をキラキラさせて、例の最高の笑顔で微笑むトム・クルーズ。スタローン、相変わらず時間には正確だな、キッド。トム、ボス、俺だって孫がいてもおかしくない年なんだぜ。いい加減キッドは勘弁してくれよ。みたいな感じで展開していくベタベタなアクション映画が見たいです。みんなもうマーベリックにあやかりすぎて、あやかってマーベリックのになってますね。ねえ、この囚われた家族の救出はどこに行ったんだって確かにとりあえずトム・クルーズ出てきてっていうねえ、エクスペンダブル4はちなみにあるんですかね。やってるはやってるみたいですね、うんうんうん、制作中みたいな。なるほどなるほど、はいはい、どういうことやこういう風になるかもしれませんね。だからトム・クルーズもだからね、マーベリックがいろんな映画に投入していくっていうのも手ですよね。そうそうそう、これからね、まあ、それやるとでもなんだっけあれみたいな、何ホットショットみたいになっちゃうね、うんうん、コメディ化していく、ね、コメディ化していっても、うんうん、まあまあいきましょうね。なるほどね、はい。働く方の桃さんから、あ、そうだ、失礼しました。これだね、締めはね、69年、サソリ座の王さんの願い事が叶いますように。すいません、茶番を忘れてしまいました。それでは、七夕のお願い事いきましょう。皆さん、いい年の大人です。働く方の桃さんです。来月配信のプレデター・ザ・プレイ。時代を超えて戦闘的な民族とプレデターが戦うというアイデアは素晴らしく、これでプレデターも良い方向に向かうなとファンの私は思いました。ただ、標的との決闘を求めるプレデターの設定上、最初に戦うべきだったのはやはり日本の侍だったんじゃないかという不満も残ります。姿が見えないプレデターと戦うのにふさわしいキャラ、それは目が見えない座頭市以外考えられません。これいいね。ディズニープレゼンツ、座頭市 VS プレデター。今みたい。これいいですね。これいいじゃないですか。勝新さんが生きていれば飛びついていた企画じゃないでしょうか。うん、隙もない闇を、姿なき敵に次々に蹴られるヤクザ。背中からの一撃を仕込み杖で受けた位置が一言。嗅いだことがねえ匂いだ。おめえ、人じゃねえな。ああ、いいですね。いいね。いいですね。これはいいんじゃないですか。最も演じるのが香取慎吾さんと、綾瀬はるかさんね。どちらが良いかというのは、悩ましいところですが、ね、位置ってね、ありましたよ、ね。その二択なのか。勝新がいないと思います。まあ、まあ、たけしさんも一応ありますけど、ね、あれ見えてたっていうね。勝新さんをですね、あの CG で、ああ、はい。まあ確かに、はい、今ならいける。今ならことありますよね。それね、どうかと思う。まあまあ、はい。でもこれすごいいいアイディアですね、うん、確かにそのね、うん、プレデターだってその何あの見えなくなるのが、うん、あの唯一の、うん、唯一っていうかすごくそれがアドバンテージなわけですから、うん、はいはい、これはだからあの理にかなってるね。そうそう、暗闇にベルが鳴る方式で、うん、あのそういうことはできるわけですから、うん、いいと思いますね、本当に、うん、あとこのセリフもいいですね、おめえ人じゃねえな、ね、かっこいい、ね、かっこいい、うん、まあなんかいいなこれね、本当にいいですね、うん、これ映画化するべきですね、映画するべき、あ、すぐやる、うん、すぐやろう、べき、ありがとうございます、はい、ということで働く方のももさんの願い事が叶いますように。みんないいアイデア持ってるな、持ってる持ってる。さあ、行きましょう。映画こうなりますように会議、ジャイアント厚彦さんからいただいた願い事です。僕が過去の映画でこうあってほしかったと願ってしまう映画は、ジョン・ウィックの一番最初、愛犬のデイジーを殺すシーンです。殺されるシーン、愛する奥さんが死の直前にプレゼントしてくれた子犬デイジーを、なんで殺すんだよクソボケチンピラどもは、と見るたびに腹が立って仕方がありません。あそこで犬を殺さずにさえいれば、ニューヨーク、いやさ世界中でこんなにも人が死ぬことなんてなかった上に、もっともっとみんなが平和に生きれたはずです。車欲しさにデイジーを殺したあのクソバカ息子が、デイジーを殺す前にどこかチンケな喧嘩とかで先にくたばってくれればと見るたびに願ってしまいます。素直な願いですね、うん、これね、シリーズが始まらなくなってしまう今年ね、まあね、うん、こう願い事大体そのそうですよね、こういう願い事はね、さっきのアポロの件もそうですけど、ドラマが減るという問題がございますけどね、そうね、まあだからそのそうだったらその後こんな大変なことなかったのになっていうことでしょ、うん、それ例えばだからET が一番最初宇宙船に間に合っちゃうと、ええ、そのまま帰って終わりっていう、はい、ことなき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 を得たことなきを得ると、ことなきを得ると映画が始まらないんですよ、ね、難しいですね。そうか、ことなきダメなのか。いやでもね、そのまあ、犬が殺されたりするのは胸が痛いですからね。あと、ET が取り残されるのもそうですけど、うん、これでもポイントとしてはその犬殺して復活っていうのを知られて2以降の騒ぎがあるので、うん、その復活が知られないか、うん、だからそのあのガキだけ殺しとけ、あでもまあそうもいかないのか、うん、あのおじさん、そうお父さんだもんな、あれはな、でしかも昔の友達だもんね、うん、ダメか、あとは犬が実は生きていた、犬は生きていたまあね、うん、さっきのね、うん、なんとかなるって、なんとかなるかもしれない、息を吹き返す確かに、ね、でもさ、あのいや終わった後じゃダメなんですよ、だって
あのガキ殺してからじゃどうなるんだろう。いや、その後で犬がやっぱり生きてて、そうそうそう、キャンキャンなんて言ってきて、なんだって、なんだお前生きていたのか。あとジョン・レグイ心配させやがって、心配させ、ジョン・レグイザムの車屋の、あの説得で、はい、の時点で、うん、はい、お前なんてことしてくれたんだっつって、うん、時に菓子折り持ってね、そうで、あー菓子折り折ってちゃんと詫び入れりゃね、それは指の一本ぐらいで済むかもしんねえよって言ってちゃんと詫び入れて、うんうん、で、さすがやっぱジョン・ウィックも、うん、まあなんか知らなかったんでしょうがねえなと、うん、そういう結末。そうですね。それでしょうがないなって言ってたら、あっちの物陰からキャンキャンってワンちゃん出てきて、なんだ言ってたのかな。よかったな。お前の、お前のキックがヘボくてよかったよ。ね、しかし映画が30分で終わる上にめちゃくちゃ面白くないですね、それ。大変だ。はい。まあ、ということですね。はい、まあでもね、ジャイアント厚彦の純粋な思いですからね。そう、わかります。はい、気持ちはわかる、うん。ジャイアント厚彦さんの願い事が、叶いますように。はい、ありがとうございます。いっぱい来てますね。みんなこんなことばっか考えてんのかな。ラジオネームテムさんからいただいた願い事です。歌丸さん、ヨシキさん、ホークさん、ウナイさん、こんばんは。こんばんは。早速ですが、私のあの映画、こうなるといいなは、ミスターインクレディブルのラスト、もうちょっとヴィランに優しくなるといいなです。ああ、ミスターインクレディブルは私がアメコミヒーロー映画にハマるきっかけを作ってくれた思い出の作品です。そんな大好きなミスターエンクレディブルですが、つい最近ディズニープラスで発見し、懐かしいなぁと何の気なしに再生してみたのです。するとどうでしょう、成人して久しい私はその救いのないストーリーにこんな話だったっけとびっくりしてしまいました。ヴィランであるシンドロームの扱いがあまりにも悲しいのです、うんうんうん、確かに彼は自作のメカで何人ものヒーローを殺しているという描写もあるとんでもない大悪党ですが、スーパーパワーを持たない少年がヒーローに憧れ、大好きなミスターエンクレディブルに邪険に扱われたことでヒーローを逆恨みし、そしてヴィランとなり、最後は子供向け映画とは思えないほどの残酷な死を遂げるというストーリーは、パワーを持ってない奴は持ってる奴の足を引っ張んじゃねえというメッセージに思えてとても切なくなりましたということで、もうちょっとシンドロームに優しくていいんじゃないかというね。完全に同感ですね。ごもっともですね。僕これあの映画見た時からそう思ってたっていうか、うんうん、あの今これいただいて言うんじゃないですけど、本当にいやそれちょっとどうなのっていうのは思ってたんで、うんうん、やっぱそうですね、ひっくり返してほしいですねこれはね。ひっくり返す。うん。勝つ。ミスターインクレディブル一家が、うん、みんな急に能力をなくしてしまって、あ、うん、で助けに行けないって時に、うんうん、ああそうそう、誰さっきバカにした、かつて爆弾した子供がちゃんと助けてくれ て、うん、その自作のメーカーでね、うん、そのクリエイティブですから、はいはいはい、それでやるっていう話にしたら僕はよっぽど楽しかったなっ。しかもね、そのいつの間にか授かった能力とかじゃなくて努力してねゲットしてるわけですもんね、うん、そうなんですよ。だからなんでねピクサーの映画は、うん、あのシド君というねクリエイティブな子供を下に見てるのかっていう問題があるわけですよ。その通り、あのこれはトイストーリーの、あのシドは暴君的な持ち主っていう扱い、もちろんね、あのでもおもちゃから見ればっていうけどね、うん、なんかだってアンディはもらったものに名前書いてね、放り投げたりしてるだけでしょ、うん、シド君は新しいものを作ろうとしていろいろやってるんですよ、はい、そこからほらロケットにしてみたいな。あのさ、あのキューピーちゃんってかあれの赤ちゃん人形の顔がついた足、クモ足の、はい、あれとか、はい、あれあったら欲しいぐらいですけど、ね、あれね、その後本当に商品化されたんで僕びっくりして買っちゃいましたけどね、あれいいですよねデザインとしてもね、あれちょっとかっこよかったですよね、うんうん、いや、わかります、あのシュバンクマイル的ななんかがね、確かにシド君はね、そうクリエイティブだしね、そうそう、お家の事情もいろいろ焦るだしみたいなのがありましたけど、なんか本当シンドロームに関してはまさしくそうですよね、うんうん、そうですね、ミスターインクレディブルもそういうバージョンも作ってくれてもいいですよ。だからほらこれだってほらやっぱ犬が死ななきゃいいのにと同じ感じで、うんうん、みんなやっぱりこう優しさですよね、優しさ、そうですね、見ててね、うんうん、優しくあってほしいなという願いが、うん、あとミスターインクレディブル、あとやっぱりあのバイオレットさんがですね、うん、なんかゴス風の、うん、なんかちょっと影のある、ね、うんうん、方だったのが最後なんかチアジャール風というか、なんかそういう感じのキャラ変して、うん、なんかイエイみたいに言ってんだけど、うん、それ必要あるみたいな、確かにね、それも思ったところなんですよね、はい、うん、それはあのティム・バートンが聞いたら怒りそうな話ですよね。そうなんですよ、はい、うん、けしからんことでございます、はい、なるほど、はい、テムさん、はい、ごもっともということでテムさんの願い事が叶いますように、うん、なんかいい指摘もありましたよ、うん、いきます、続いていきましょう。これはね、なんだ名前は、あ、オイリーさん、オイリーさんからいただいた七夕の願い事です。私の願いはゴジラ VS コングの決着です。私は何回か感染したのですが、なぜか結果が毎回同じなのです、うん、これには納得はいかないですよね。ちょっと待ってください。季節や天候によってどちらが優位か変わってくるのに、私はゴジラファンなので雨の日がゴジラ優位かと考え、天候を考えて感染してもやはり結果が変わりません。これではデキレス疑惑が出ても仕方ありません。毎回壊れたはずのメカゴジラによって試合が壊されてしまいます。この願いを叶えてほしいと切に願うのであります、うん、真剣に見てますね。確かに季節や天候の影響を受けてないのは不思議な気がしますよね。まあ、そうですよね。
ちょっとやらせっぽいですよね。メカゴジラによって試合が壊されてしまいました、ね、雨の日がゴジラ優位なんだね。雨の日はゴジラ優位ってこれ何ですかね。体温、体温、あとほら水の中泳いでできますからね。ああ確かに確かに、そうか、もともと水性っていうかね、まあ、今後はビジョビジョになっちゃいますからね。そうそうそう、寒いなんつってね、所詮哺乳類ですもんね。そうですそうです。哺乳類とやっぱトカゲの違いというか。そうですね、きっとね、鋭いかもしれません、ね、鋭いかもしれない。さんの指摘はね、ありがとうございます。これ全部この今来てるのが全部叶え始めた大変なことになりますね。願い事が全てあれみたいですね、あのね、ワンダーウーマンの1984みたいなね、全員の願い事、全員の願い事叶って偉いことですね、やっぱね。うん、これ場合によってはメカゴジラが一人勝ちっていうエンディングの、ああそういう試合結構もあるかもしれないですよね。ありえますね。なるほど、どっちも倒されちゃって、うん、ダーッとすごい泣きながら劇場を終わってみせる。帰りが辛い ね、 ね、辛い。でもやっぱそれはデキレースでない以上はこういうこともあるかもしれない、ね、そういうことも望ましくない結論もあるかもしれません、はい、おいにさんのね、おいにさんの願い事が叶いますように。いいですね、ありがとうございます。おにぎりさんこさんからいただいた願い事です。はい、私が映画界に臨むこと、それはヴィン・ディーゼルとドウェイン・ジョンソンの仲直りです。もう一度彼らを同じスクリーンで見たい。ワイルドスピードファンならみんなそう思うはず。現実でも物語のように思い切り殴り合ってファミリーに戻ればいいじゃないですか。ピーシフルな映画界でありますように。これもなかなか、ね、現実に踏まえた感じですよね。もうはっきりね、うん、どっかにこれなんかないですか、糸口。糸口、そういう大体でも、でもほらやっぱウィン・ディーゼルがやっぱ菓子折りを持ってドウェイン・ジョンソンのとこ行くしかないですよね。そう思います。結局ウィン・ディーゼル問題じゃないですかこれって、うん、何したんですか。何っつうかやっぱウィン・ディーゼルは俺のシリーズ意識が高いのが、はいはいはい、まあその横柄にというのかな、振る舞うというかね、うん、でみんな隠したみたいに扱うので、あとスタッフに対して態度がとか、ドウェイン・ジョンソンが出しますよね。あとなんか次も出てくれるよな当然みたいなこと言って、ということをみんなの前で言ったりするから、やっぱジョンソンもそれでまたカチンと来た。俺だってね、俺ってかお前スターの格で言ったら俺全然今上だかんねみたいなね、そういうのもあるでしょうしね。菓子折りですか。菓子折りかな。あとはだから、まあ、子犬をプレゼントする。あ、なるほど、俺が犬アレルギーって知ってるの。あ、どうせその可能性もあるから怖いですね。やっぱ菓子折りじゃないですか。菓子折りの中身もね、俺が甘いの苦手って知ってるの。難しいな。まあでもそれはもう本当にちょっとね、気持ちだもんね。心を開いてくれるまでやっぱりちょっと、もうね、思い切り殴り合ってファミリーに戻ればいいじゃないですか。中であんな豪快なことやってるのに、なんかね、あのなんだ SNS 上でなんかなあ、そうなんですよね。思いっきり殴り合ったらドウェイン・ジョンソンが勝っちゃうじゃん。確かに、うん、そうか、そうそう、そういうと思うんですよね。そういうこともあるからだな、うん、はい、ね、おにぎりさんこさんね、だからこそ願い事ですよ。そうですよ、はい、おにぎりさんこさんの願い事が叶いますように。ありがとうございます。あ、ということで寝言は以上ということで、あ、もう、ね、寝言なんで、はい、七夕なんでね、年一度ぐらいはこういう夢のある話をしたいものです ね、 そうですね。今日七夕ですか。今日七夕、どういう驚き方なんですか。いやいや、すいません、日付の感覚が適当で、まあ、七夕だったって別にね、まあ、ただ特に、ね、なんか七夕ってことはない。七夕ね、七夕って何するんでしたか。七夕はだから笹の葉に七夕っていうのは短冊を、あ、そう、短冊ですよね、短冊をやったり、なんか食べたり、そこの確認の今なんか食べたりするんでしたっけ。え、食べるの食べはしないですね。食べはないじゃん、ね、団子とかも食べない。食べがないんじゃつまんないですよね、結構ね。だからあんまり覚えてない。あ、まあ、大体あと雨降っててね、天気も悪いですから、ね、そうそう、あんまりね、バイブス悪い。空気悪いね。七夕を舞台にしたホラー映画とかもないですもんね。ああ、七夕、確かに七夕のイベント、七夕のなんとか何年後の七夕に会おうって約束したじゃないみたいな映画ありましたよね。本当ありますよ。織姫ホラーじゃない、織姫と彦星が、そう、うん、いやだからなんかその前日の恋人同士がそんな約束したじゃない、七夕に会おうってそんな感じの、ね、やつあったと思いますよ。きっとあったと思いますよ、うん。何ですかこの話。はい、いやいやいや、もう何ですかこれは。そのぐらいの感じでね、行きたいと思います。ということで、はい、今夜紹介した皆さんの願い事が叶いますように、我々一同からの願いでございます、はい、ということで最後にお二人、お知らせ事などお願いしたいと思います。まずやっぱり YOSHIKI さん、はい、ね、初監督作品、長編監督作品激怒、はい、8月26日から全国順次公開ということで、あの時間も比較的ちょっと余裕もありますんで、どんな作品なのか。ですね、これはですね、まあ、怒ると見境がなくなる困った刑事がいてですね、
でその人がまあ、いろいろ問題を起こして、うん、アメリカに治療に送られてしまうんですね、うん、で帰ってきてで、まあ、そういうのはもうやめようと思ってたんですけども、うん、ちょっと世の中が感じ悪くなってて、うん、いろいろなんか自分が行ってた馴染みの店なくなっちゃってるとか、はい、なんか仲良くしてた若い不良とかもいないし、うん、どうなってんのかなって思ってたらいろいろだんだんその欲からぬことが分かってきて、うん、まあすごい怒るっていう、うん、まあそういう映画です。今もう全部言っちゃったんで大暴れで大暴れで、まあそ、まあ、どんぐらいのど暴れるかどうかまで言うとネタ、まあ暴れますよ、うん、はい、だってそれは期待しますよ、うん、だって、まあ、怒っただけでさ怒ってか消しからんって言って終わったらさすごいすごい怒って帰っちゃうとかね怒って帰っちゃった怒ってそう怒ってもういいそう日本はダメだとか言ってアメリカに帰りましたさ怒って帰っちゃうそんな映画ではないあと怒ってめちゃくちゃ SNS に書き込みを猛然と始めますそういうんじゃないですねそういうじゃないですね、はい、怒って暴れます、はい、怒って暴れる、はい、8月26日から全国順次公開ということなんで私も劇場でちゃんと拝見したいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、あと YOSHIKI さんの、はい、あれですね YouTube、 はい、あ僕のはね、まあ、あれですけど僕のはクレイジーカルチャー TV という YouTube チャンネルやってて、うん、まあちょこちょこやってます。あとシュープレの連載もそうですね、はい、それと別にまあ今日も来てるホークさんと、はい、あと柳下さんなどと一緒に、はいはい、ブラックホールという、うん、YouTube チャンネルもやっております、はい、ほぼ毎週すごいペースでやっておりますので、うん、はい、ぜひご覧ください。最新回はポール・トーマス・アンダーソン特集、はい、リコリッチザ・ホークテネント、はい、はい、ブラックホールでぜひ。あとテレサ・ホークさんの YouTube チャンネルあ、ホークさん実はね、そんなものもあるんでございますよ、うん、ホークさんの方は何どういうのやってるんですか。かわいい猫ちゃん、お家で飼ってるね、うちのミミちゃんっていう超かわいい猫ちゃんがいるんです、ひたすら、うん、ミミちゃんの映像を堪能できますそう、なんかね、なんか夜にね、そうです、動いてる猫とか、そうです、なんか食ってる猫とか、なんか食ってたり、なんか寝てたりとか、そう、超かわいい最強なごみ、なごみ YouTube、かわいい、かわいい。これはテラサーホークさんで、そうなんです、検索テラサーホークで、おそらく検索していただければ、はい、ブラックホールと合わせて、このかわいさ、そうですね、あと、クレイジーカルチャー TV と合わせて、はい、よろしくお願いいたします。ご覧ください。はい、何より激怒楽しみにしておりました。ありがとうございます、はい、ということでここまでは七夕特別企画私たちも見たいあの映画こうなりますように会議でした。高橋良樹さん、寺澤奥さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。